先発の京山の後を受けた三上。三上は昨日1イニング投げています。スライダーから入りました。ストライクワン。これはバットは振っていません。このスライダーは一塁ベースアンパイア振っていないという判定。2ボール1ストライク。今バレンティンも一塁のベースアンパイアに振っていないというアピールをしていました。バットの先ショートゴロ。大和ワンアウト。ご覧のように強い風が吹いています。ホームからセンター方向。ボール2。ショートへ三遊間寄り。大和いい送球を見せまして、2アウト。京山からはセカンドライナーとフォアボール。ワンボールワンストライク。ヘッドコーチと小川監督が何か相談してますね。その左横が石井拓郎バッティングコーチ。いい当たり、ライトの前ライナー。打球が伸びすぎた。神里つかみました。いい当たりでしたがライトライナー。3アウトになっています。6回の表三上3人で抑えました。6回の表が終わっています。